右手の宿題です。こうね、この間こうやったと思うけど、ね、この指の柔らかさ、基本的には、親指と中指で、薬指はもう本当に浅くならず深くなりすぎず、ね、自然に、親指はねきちっとこう、まあ、見えないか、逆光だから、ね、伸びないできちっと曲げて、中指でこう親指できちっと元をね、こういうね、こういう動きがすごく大切だからね。で、じゃあゲーセンからね、ゲーセンからこう弾くときに、この間ねこうなってたのね。こういう感じの、それじゃなくて、アップの時は手首からこうね、で肘がこう上がっていく、こう覗くぐらいね。で今度はこういう肘から降りて、肘から柔らかく降りてって手首が下がっていくっていうね、こうで伸びる時ね、こうなるね。この時も分散和音とかもていうかね、汚い音になるでしょ。ね、で頭の、まあ、根元ね、根元からこう先っぽまで、指の先まで行くときに、右手はどうなってるかというと、当然こうはないね、こうはなれないよね、遠くに行くからこうなるんだけど、こう降りてってだんだん人差し指の方に行くんだけど、その時にこう力がね、力が入ると当然こういう音になるよね。その力の関係ってすごく難しくって、中指と親指をしっかり持ってないと、逆に人差し指に力がいっちゃうんだよね。中指と親指にちゃんと意識を持つと、こういってこういって時も抜けない音がね、こう、今こう話してるでしょ。これをこう、ここの力で押し付けちゃうとダメなんだよね。だから中指と親指だけ、先っぽね、根元は逆に、今度は小指ね、バランスが、弓のバランスで先が重くなっていくから、
当然ね、重心がこうだから、そうすると小指のサポートってすごく大切で、ここで小指離しちゃうとこうなっちゃうからね。だから小指ってすごく大切、ね、でアップの時に、なんて言うんだろう、離しちゃうぐらいの人もいるんだけど、あんまり離さないでちゃんとね、こうアップの時手首から上がって肘がついてくる、肘から降りて手首が下がる。そうすると弓ってどうなってるかっていうと、アップの時はこう寝てるよね。でダウンの時は、ダウンの時は起きる、こう ね、これがすごく大切で、これが基本。ピアニッシモの時はダウンも寝かせたりするけど、基本はアップボーイングの時は寝かして、弓のね、弓を寝かして、ダウンはピタッと。そのためにはやっぱりここが手首ね、手首がすごく大事、ね、こう、ここが柔らかくね、すごくこう柔らかくいく、これをまず練習しよう。これ本当にゆっくりゲーセンのアップダウンね、ゲーセン、っていうふうにゆっくりゆっくり鏡を見ながらやったりするといいかもしれないね。じゃあそれでね、次回レッスンまでちょっと頑張って右手をこう一生懸命練習してみて、鏡を見ながらね、こう悪くこう小指が伸びきってる状態でこう、そうすると手首も固まっちゃうし肘も固まっちゃうから、優しく柔らかく、ね、ってならないように頑張ってね。じゃあまたね。